リス、なんかのタイミングで引っかかってくれ。オッケー、もう一回入った。ここから爪が、あ、ピンピン上から爪も、ほい、オッケー。さて、どうだ、この超絶でっかい頭、いけるか。これで、上げてくれ、上げてくれ、上げてくれ。はい、というわけでね、本日も始まりましたクレッチャチャンネルです。先ほどね、フィギュア、ちょっと金額がちょっと覚えてないですけど、とりあえず2個ゲットしましたの、ね、で、ね、今回はまたね、ぬいぐるみに戻ってきてね、攻略していこうかと思います。はい、というわけで、よろしくお願いします。はい、というわけで、またぬいぐるみいきます。はい、まずね、もうぬいぐるみの場合は3000いきましょうかね。はい、で、今多分ね、ポケットに、あー、どうなんやろ、どのくらいかな、2,4,5,8,15 ぐらいありますね。というわけで、じゃあ2500円にいきましょう、とりあえずね。はい、2500円ぐらいで狙いやすそうなやつを狙っていこうかと思いますって感じで、よし、というわけでこれいきましょうかこれね、ぶっ刺し6決めあるんでね、とりあえずね、流れを作ったので、ちょっとフィギュアでね、違う流れに持っちゃったんで、このぬいぐるみの流れでね、攻略していこうと思います。ポイント制限も2個なんでね、2個目いこうと思います。さあ、どうでしょう、左アームを滑らせながら、ここから入れ、はい、あー、貫通してない。うわ、これちょっと緩いな、これ緩い、あー緩い、あー緩かったな、うん。でなったらこれ微妙かな、どうしよう、これね、初期位置じゃないとね、ちょっときついと思うんですよね、うん。ここね、一応刺さるとは思うんですけど、刺さるとは思うんやけどね、あのやっぱアームにしっかりロックがかからないですね。うん、刺さってるっていうの、これ多分ね、抜けちゃうんでね、まあ多分抜けちゃうんで、ここからどんな反応ですかね、ここから、あー、どうだ、あ、これ今度奥アームでいけそうに、はい、もう一回いきます、300円ですね。今度はね、あの先ほど左アームでロックかけよう、あ、ちょっと高さが微妙、あー、どうやろ、今度はね、奥アームでロックかけたいんですが、可動域的にやっぱり、うわ、1センチちょっと手前に景品がありすぎましたね。だけどこれ失敗したらもう終わると思います、これはね。そうですね、形的にちょっと良くないで、これやります。というわけで、何かね、ちょっとあんまね、あの新作系がないんでね、何を狙おうかなと思ってね、あ、これ先ほど先ほどめちゃくちゃ痛いにあったやつですね。あ、これいきましょう、はい、これね、あのちょっとショート動画でね、あのマイメロの方ねゲットしたんですけどね、今度はクロミちゃん狙っていこうかと思います。ね、このね、クロミちゃん、あのよく見たらね、よく見なくてもね、帽子かぶってます。そしてその隙間がね、丸見えなんで、そこにとりあえず、あ、やばい、見捨てる、いけるか、 OK、 刺さったけど浅いな。そこにぶっ刺ししながらね、ロックかけていこうかと思います。さあ、どうでしょう、あー、抜けたか、やっぱり、うーん、やっぱり抜けちゃいますね。さて、じゃあどうしましょう、一応これね、今あのロックかけたかったんですけど、まあ右アームでね、まだ届くんで、やっぱり行きましょうか、はい、右アームでロックを、あ、ロックじゃない、ぶっ刺し寄せいきます。うわ、ミスった見せりまくった。あら、今のどうなんやろ、可動域見せてるのかな、あ、可動域見せてますね、すみません、ちょっと奥にやっちゃいました。もう一回いきます、いけるかな、これで、はい、おでこのね、このドクロを滑らせながら、あーっと、刺さったけど、刺さってるけど浅いな。 OKOK、 準備になりました。このね、取り出し口側にね、帽子向いてくれたんでね、あとはここをおでこを滑、あ、こいつもしかして耳が後ろあるから刺さらんのかな、いきます。さあ、どうでしょう、これね、押した瞬間に頭がググッと下がりながら、 OK、 刺さった、刺さったよ、刺さったよ、高確率ゾーンで刺さったんですが、さあ、ここから引っ張ってこい、うわー、浅い、浅かった、あ、ちょっとね、あの奥に出ております、あれ、覚えた、あ、すいません、ごめんなさい、奥に乗り越えてお願いします。今の惜しかったですね、ちょっとね、もうほんの1秒2秒ね、ロックがかかってよかったですね、はい、というわけでいきます。でね、これね、スタッフさんね、成功していただいたんですが、これね、ちょっと微妙なんです。あの理由としてはね、このね、帽子がね、このシールドに引っかかってるでしょ、この帽子がね、なんで先ほどはね、この隙間として今ね、斜めにこうあるんですよね、斜めに、なのでそこを刺さないといけないんですけど、今回ね、帽子がシールドに引っかかってるんで、おそらく刺さらないと思います。あ、行きました、ね、行きました、同じ形です。
さあどうしよう、ここから先みたいにしっかり引っ張ってこないか、来ないか。さてじゃあどうしようかな、もう一回行きましょうか。もう一回ね、頭を押してもね、景品がズルズルって左に右か、あ、これは浅い、これはダメなやつ。オッケー、行きましょう。これをね、ぶっ刺し決めても、それまでさっきと同じようにね、引き上げてくるかわからないんですが、まあ、とりあえずね、こういう隙間あるときは何か起こるんで、オッケー、行った行った。さて、ここから何かちょうど引っかって持ち上げてきてくれ。こいつ、うわー、来なかった。これね、さっきね、前メロこれでゲットしたんですけどね、はい、というわけでどうしましょう、もう一回行きましょうか。今度ね、形が変わったんで、こういう感じで形が変わって刺さると、これはこれでね、一応縫い目に引っかかったりして、意外とね、さて、ここから来い、うわ、ここかくっそー、無理だな、うーそー、どうしましょう。じゃあもう一回行きますね、これね、あの、やっぱね、あの、無理とは分かっていても、ちょっとやってみます。もう一回右アームですね。あ、やっちゃった。ちょっと帽子が滑るかなと思ったら滑らなかったですね。あ、これもどうでしょう、先ほどとね、また違う、若干ね、こう横向いたんでね、もう一回いきます。これは今はあれ、あ、まだ何もゲットしないか、あ、2600円ぐらいか、あと1000円ぐらいしかないですね、ポケットが軽くなったんで、押します。さて、右アームが滑らして、ん、なんか違うな、なんか帽子刺さっちゃいましたね。あーっと、そういうことか。どうしてもこれきつそうやな。じゃあこの先狙いたかったのは、このね、手前アームでぶっ刺しロックを狙いたかったんですけど、ちょっと形的にこれ無理なんですけど、まあ一応狙ってみます。さすがにこれは無理だと思いますね。あ、最悪、今航空のフィルムにクリアボードに当たって、どうしましょう、もう一回行きましょうか。このね、ぶっ刺しでね、攻略できないと逆に言うときついんでね、クロミちゃんは。いきます、とりあえず何かのタイミングで引っかかってくれ。 OK、 もう一回減った。ここから爪が、あ、ピンピン上から爪に、ほい、来た、 OK、 来ました。あの、ちょっと今ね、先に砂利を拾っちゃったんでね、あの、音が違いましたけど、クロミちゃん蹴って、さあ、ということでね、こういうここですね、このちょっと見にくい隙間、皆さん狙ってみてください。ちなみにこの爪こんな感じです。このぐらいピンピンでもね、まあいけるんでね、はい、というわけで続いてどうしましょうか。あとまだ1000円ぐらい、とりあえず1個ゲットしましたね、昔はね、こういったね、あの、引っ掛けてね、あの、ぶっ刺したりできる景品が多かったんですけどね、最近はね、なんかね、あんまりね、どれもこれもないんで、さあどうしましょうか。というわけでポケモンもね、ポケモン、あ、旅、あ、これいきましょうか。これね、これベイビーバス、これうちの子供もこれね、結構見てたんですけどね、今はもう見てませんけどね。でこれね、あの、初期値高くいけたのでいきます。ただちょっときついかな、この角度ではね。じゃあとりあえずね、タグ出しを狙います。とりあえずこの形を、あ、可動域にないんか、あれ奥アームが刺さっちゃいましたね。あ、ただこれね、景品がね、めっちゃ頭でかいですよ。タグ掛けで、あの、シールド乗せに成功しても、このサイズ感をクルリンパするのって多分ね、相当難しいと思うんですよね。というわけで、とりあえずね、頭下に下半身振ってきます。とりあえずは、OKOK、いい感じ。ただ、アームの向きがね、ランドマンさんのね、いつもの向きとは違うんで。あー、これはパワーがやべえやつやな。さあ、どうでしょう。いけるかな？というわけで狙ってみます。左アームタグを狙うんですが、さあでしょ、あ、開いた、危ない。さて、ここから引き上げて、引き上げて、超頭、そうなんですよ、これなんですよ、これなるんで、これなった瞬間に多分ね、終了なんですよ。まあ勝負して失敗しましょう、アームサイズがまずね、ちっちゃいのとね、さっきあった感じでいくとね、パワーが相当弱そうなんで、だいぶきついかな。いきます、もう頭持ちみたいな感じですね。あー、やっぱりね、アームがね、サイズがちっちゃいんで、これをすくい上げることがいかない。で、おーっと、一瞬滑ったけど無理やったか
もう無理ですね。もう無理やな、じゃん。あのどちらかというと、ね、クルリンパする際にまっすぐの方がしやすそうに見えるんですがね、この斜めの方がね、重心がよりシールド側によるんですよね。なのでそれが無理だった場合ね、もう無理なんですよ。まあただ行きましょう。これで綺麗に頭持てるんでね。たださっき頭持っちゃったら頭持ったんでね、行きます。さてどうだ、この超絶でっかい頭いけるか。これで上げてくれ上げてくれ上げてくれ、くー、やっぱり上げないよね。うん、上げないですよね。これは正直分かってました、こうなるの。なので、ね、分かるんですよね。あの攻略ができないのが分かるんですよね。うん、分かっちゃうんでね、あんまりで、もう強いっていうならもっと頭つまみ寄せてシールドに立てかける、本当に、まあ、パンダさんが立つぐらいですよね。立つぐらいまでシールドに乗せることができれば、これで OK。 でもうーわー終了。うわー今惜しかったなー。というわけでね、あと200円、これちょっとやっぱきついですね。うん、まあ、ちょっとプラムちゃんゲットいただくか。ちょっとね、ぬいぐるみ自体があんまね、なんか良さげなやつがないんで、うん、どうしましょうか。あんまね、新作がこの人は出てないんで、何を狙うか迷うところなんですが、どうしましょうか。これもさっきね、ちょっと沼らされたんでね。じゃあどうしましょうか。この辺をクーさんやめておきましょう。クーさんはね、どうしましょう、これやります。タグありますけど、一応やっておきます。じゃあ一応やっておきましょうか。じゃあ100円やりますね。まあ 100% は無理ですね。このタグはかけれると思うんですよね。このまあ、ストップボタン滑らせながら、はい、OK、 静っぽしですね。さてどうでしょう。ここから引き上げて景品でかすぎるんで。おもう一回いきますね。まあ目に見えてます。あの皆さんちょっと想像してみてください。これ今ここにタグがあります。タグありますけど、ね、これをね今ストップボタンで引っ掛けた時にどうなるか私は分かってます。とりあえず答え合わせしましょうか。あ、そもそもタグに書き入れなかった。持ち合わせ、はい、だけどちょっとね、あの答えが分からないままじゃね、あれだね。一旦1000円両替してね、ちょっとタグにかけていこうかと思います。感じでね、ちょっと最後はタグかけて、まあこれで大体3500円ぐらいかな。先のね、延長した分をね、ちょっとこう使ってたんで、その分でちょっと3000円ではなくなったんですがね。まあとりあえずこれも、ただね、見てください、このタグの位置のね、爪の角度が微妙にね、場所悪いんですよ。ただね、先ほどね、答えを出さないといけないんでね、いけるかな、これ。OK、分かった。さあ、どうだ。答えは、それごめんなさい、想像してたのと違った。想像してたので、ね、ここまで持ち上がってゴロンっていうパターンやったんですけど、全く何もならないっていうね。さあどうしましょうか。この子ね、一回行きましょうか。この子も本当に昔からあるんですけどね、まあちょっと行きましょう。で狙いとしてこの手が縫われてるんでね、ぶっ刺しロック狙ってみます。手前アームをね、この脇に滑らせながら、あ、ちょっと見せたかな、いけるかな。うん、浅いな、刺さりが浅い。刺さりが浅かったな。どうしましょうか。もう一回行きましょうか、せっかくなんでね。どうしよう、うわやばい、シールドがあれやな、いけるかな。まあ、左アームですね。左アームでお腹を滑らせながら OK 貫通。さてただ寄せになるんでね、どこまで持ってくるかっていうところなんですけど、ロックはかからんと思うんで、さてここから運んでこないね、はい、ついていきます。さてどうしましょうかね。もう新作もあまりないんでね、ちょっと大きいゾーンってみましょうか。ただね、まあ、あれがないんで、あ、これか、これね、マンシャル向こう行きましょうか。はい、ごめんなさい、これ行きましょう。一応ね、過去数制限2個なんでね。というわけで、まあ、左アームぶっ刺してください。左アームを後頭部を滑らせながら行きます。さあどうだ、惜しい、いい感じにちょっと、おお、あらら、どこだ。さてどうしましょうか。あとはじゃあまあ、結構パワーが強いんでね、下半身ちょっと持ってハンド出していきましょう。さて、まあ、タグ出しも含めね、まあ、隙間が、ね、あればね、迷わずに狙うんですが、さあどうでしょう。
おっと、ああどうだ、これで左アームさせるかな。もう一回行きましょう。行きます。左アームね。よし、よしよしよし。あと500円ぐらいね。これ攻略したら終わろうかな。はい。まあ攻略できるか分かりませんけどね。というわけで、ね、どこかな、ここかな。まあ左アーム。帽子の隙間をぶっ刺し、さあ来い。来たー、はい、貫通。さあ、これ爪の角度見て多分6かかるんじゃないかな。あ、違う。うわー、そっちパターン。はいはい。あー、いい感じに刺さったんですけどね。うん、あと300円ですね。あ、400円か。どうしよう。さすがにパワー強いとはいえね、これ引っ掛けるほどさすがにパワーはないと思うんですけど、まあ一応やってみましょうか。一応ね、左アームでね。あ、さすがに無理だ。来た。まさかの弱いかと思ったけど、あ、無事にゲット。という感じでね、やっぱりこの隙間ね、このまあぶっ刺し以外でもね、引き寄せたりしてみてください。というわけで、後半で終わりましょうか。はい、というわけでお疲れ様です。という感じで、ね、今あのまさに ゲットしてみました。はい、という感じで、ね、もう一本またね、ぬいぐるみ次も狙っていきますので、よろしくお願いします。